ヒースのどこです、やっていきましょう。またね、カタログで申し訳ない。ちょっと、カタログ、はい、後期コードレスマルの子 165mm 機がですね、ついに新型となります。 C3606DB ですね。ちょっとですね、現物を、見せながらというか、見ながらやりたかったんですけれども、ちょっとですね、私のスケジュール上、すみません、同時に発売日と同時に上げたかったんで、ちょっとまたカタログだけでいきますよ。今ここでお見せしているのが、C3606DA っていう、従来機というか、もう旧型になっちゃいましたね、旧型となります。ちょっとこれを見ながらお話しさせていただきます。旧型4300回転だったんですけれども、新型5600回転ということで大幅にアップでございます。マキタの 40V 機が5500回転なので、これ完全に意識しちゃった系ですね。はい、切断スピードが 1.5 倍ということで、マキタ比較じゃないですよ、旧型比較で 1.5 倍ということで、もともとこれ遅いと思いました？これの 1.5 倍だから、ちょっと相当期待できるかなと思っております。で、次、旧型がですね、4300っていうそのモードと、あとサイレントモードで2000回転っていうモードがあったんですけれども、マキタはスピードモード5500、仕上げモード4100回転って言って、その2パターンだったんです。じゃあ今回廃光機新型はって言ったらですね、高回転モード5600ドンで、サイレントモード2000で、さらに、ここに新たに仕上げモード4300回転モードっていうのが追加されております。これもね、完全に意識しちゃった系ですね。はい、ちょっとね、真似ですかなんていう、ちょっと意地悪コメントがあるかもしれないんですけれども、これ非常にいい進化点じゃないかなと思いますよ。はい、その、切断のスピード感、あとは仕上げモードの、高速モードとその仕上げモードの、その切り口の差とかっていうのは、現物来たら、また早速動画を上げたいと思いますので、それはもうちょっとお待ちください。はい、次、大きな進化点、合成がアップということで、丸ノコのですね、この先端のところ、これ旧型です。ここにこれベベルピースっていう部品がここにいるんですけれども、これですね。で、これはこのアルミベースと、この本体のボディをこうつないでるこの部品なんですけれども、30歳以上の方だったら知ってるかな、コード式の造作丸ノコってあるじゃないですか。造作丸ノコになると、ここのベベルピースっていうのがすごく丈夫な部品に変わるんですよ。で、今回これ、ダイカスト製にして、新型合成を上げましたということですね。かつ、ここのどこで調節、多分ここだと思う、そのベベルピースをやってるここと、あとお尻のここの辺もなんか平行調整ができるっていうことなんで、万が一狂い始めたというのも、もしかしたらご自身で直せるような作りになっているようでございますよ。あとはですね、このベース自体の耐久性っていうのも非常に上げましたとかってことなんで、これがね、どの程度上げて、ここにバンって書いてあるのかっていうのが楽しみであります。皆さん、この C3606DA っていうこの機械、おそらく持ってますよね。この動画を今見てる人の8割以上はこれ持ってるんじゃないかと思うんですけれども、ベース狂いしてました？しましたかね。僕はそのこれを長きにわたり散々ご販売させてもらってきて、いやベース狂ったなんだっていう話をそんなに聞いてないので、今この全国規模で、皆様が見ていらっしゃるんで、いやいや、もうこれ狂いまくってしょうがねえだろうとかいうコメントあればね、ぜひともそれはいただければと思います。今回それがね、新型になって非常に丈夫になったということなので、楽しみでございまして、これはちょっとプチ情報としましてはですね、弊社担当の GoTo さんがいるじゃないですか。何やらですね、その本社工場か、茨城にあるその工場に乗り込んで、殴り込みに行って大暴れをして、この旧型から、その新型にこうしろああしろっていうのをうわーって叫びまくったらしいですよ。本人もですね、まだその新型っていうのを見てないということでしたので、
まあ、かなり良くなってんだろうねとかっていう感じで、吠えておりましたけれども、非常に楽しみでございます。はい、次、あとはですね、サブレバー採用ということで、まあ、これもちょっとあの現物見てからお話ししたいんですけれども、ハイコーキーさんのやつ前なかったかな。丸のこう持ったここの深さ調整のこのレバーっていうのをこう上に持ち上げてガチャンって下げますよね。じゃ下げましたって言って、どうしようかな。じゃあ今左手で丸のこ持ってます、右手でこうやって下げるっていうのが皆さんの動きじゃないですか。で下げましたって言ってレバーが届かねえんだこれ。結局いい感じでこう右単位で合わせたのに届かないから、手を離して不安になりながらキュッて締めてましたね。それがですね、この今レバーここなんですけど、この辺の届く距離のとこにレバーちっちゃいのがいて、一回クッてね、一回締めて仮固定してギュッて締められるみたいな、マキタの丸の子だったかな、あのそんな機能あるんですけれども、はい、まあ、そんな、サブレバーっていうのだと思います。このカタログ見るとそんな感じですね。はい、次、スイッチロック操作性向上、これ不評だったんでしょうね。これもね、あのマキナントカさん風になったと思うんですけれども、はい、じゃあまた丸の子持ちましたっていう と、充電式の工具っていうのは一撃でスイッチ引けないですよね。必ず親指なりで、1回スイッチ入れてからデッて引くっていう作りにしなくちゃいけないんで、この親指のこのワンアクションがあるじゃないですか。それが今まではこういう角張ったっていうんですか、これがね、こう押しずれということで、マキタさん、ここがちょっとカットしてやって、こう滑らせるように押すことができるんですよね。それが採用されているということでですね、なかなかちょっとマキタさんのいいところをね、結構持ってきているような作りですね。はい、次、LED 先付け機能ということで、これ良さそうですね。ちょっと電池で試してみようかな。はい。はい、電池入れましたっていうと、今までじゃライトつけましょうねっていうと、1回ですね、ここのライトを引くと、あ、これそっか、つかねえんだ、つかないんだ。1回6解除して、はい、でギュンって回さないとつかなかった。だけどどうやらこのカタログを見るとですね、このロックのこいつをプッてやるだけで、つくみたいな、書き方になってますね。だから先付け機能ってそういうことですよね。切る前に照らし始めて OK って言ってから切り始められるっていうんで、これいい機能ですね。で最後、ダストアダプターの着脱簡単ということで、どうやらこの辺のギミックですね、そこがこうパチンって開いてダストアダプターをキュッて入れて終わりなのか、まあ、キュッて入れた後にパチンって閉めるのか、とにかく工具レスでこのダストアダプターっていうのを着脱できるぜっていう話ですね。ただ、こうやって、見ていただいたときに、やっぱダストアダプターっていうのが外にはみ出すんで、やっぱ外す人もいると、なかなか皆さんつけっぱなしじゃないぞってことなんで、着脱性が簡単になるぜっていう仕組みになります。まあ、僕の要望としてはですね、まあ、これ丸いから難しいんですけど、やっぱ外した時のこの外したやつどこ置くんだよ問題があるんで、なんか中に収納できるとかね、なんかできればいいんですけれども、まあまあまあ、それはまたね、次回作に期待しましょう。まあ、とにかく着脱が簡単になるということですね。はい、あとはまあ、これつけたダクトアダプターっていうののこの先端がちょっとくるくる回るみたいなんで、集塵機のホースをギャッてつないだ時にこう邪魔にならない角度に逃げられますよということです。そして最後、驚きましたね、これは、囚人性能向上ってことで、あの囚人袋をつけてる写真になってるんですよ。いや、この角度マジ大丈夫かよって感じなんですけれども、一般的な丸ノコってこの刃の回転の風を利用してこの穴を通って後方から吐き出してるんですね。この辺からふわーって吸い込んでるような仕組みにはなってない。ただ風の回転だけを使ってるんですよ。だからここに袋つけたところで吸い込むわけない、入るわけないよねっていう僕勉強でいたんですけれども、これがですね、どうやらその袋にたまるぐらい効率化されてますよってことなんですよ。だからすごくないですか、これ多分袋を皆さん買っといた方がいいですよ。ダクトアダプターは本体のみだろうがフルセットを買おうが、どの付属してきます。
なので袋だけ追加で買っとくと、ちょっとあの汚したくないななんていう現場の時につけるとね、吸えますんで便利そうですよ。はい、あとはまあこれですね、当然ですけれども、Bluetooth 電池を使えば充電器と連動可能ということですね。はい、そしてアプリ対応。丸ノコでアプリ何するのって話なんですけども、まあソフトスタートなんで、ふーって上がるそのソフトスタート具合を変えられるのかな。はい、サイレントモードの回転数の設定、サイレントモードから仕上げモードに自動で切り替える設定とか、まあ、その辺をカスタムできるということですので、ぜひとも、廃校機アプリインストールしてます？皆さん、インパクトで遊んで、でドリルで遊んで、あと電池直すので皆さん使いましたかね。で今度丸の子に入ったと、あとインパクト電池もあったかな。はい、どん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 アプリ進化してますんで、ぜひとも、インストールしてみてください。はい、というわけで今日は短めこんなもんでいいですかね。カラー展開が一応緑と黒、今までと一緒ですね。本体のみがですね、謎に100円下がってますね。42,700円、フルセットがっつり値上がり、95,000円、付属の電池は新型の、Bluetooth 電池になっています。あとは今いろいろ進化したぜって言いましたけれども、その全てがあんまり盛り込まれてない謎仕様の 18V も、ちょっと遅れて出ます。だから少しコスト下げたってことなんですよね。だからなんか同じ仕様にした方がコスト浮きそうなもんなんですけれども、まあ、なんかいろいろ省いたもので 18V 機が出ます。定価が3000円ほど安いぞっていうメリット、まあ、あとはあの別売りですけれども、2アンペア電池とかをぶっ刺すと、まあ、軽く使えるぜとかっていう売り文句がありますが、18V のフルセット機っていうのは36V の電池にして、いい方の充電器っていうのを付属にしてるんで、まあ、正直ちょっと狙いがわからないですね。なんかホームセンターさんのユーザー層を狙ってとかって言って、今まではあの安い電池をぶち込んだりっていうのはあったんですけれども、なんか36の電池積んだりしてるんで、ちょっとこの 18V 機の方向性がわからないと、まあまあいいでしょう、すいません。はい、あとはですね、どっちかというと、今いっぱいおしゃべりした、36V 機の新型に近いような、スペックで AC100V 機っていうのも、黒と緑、新型が発売しますと。これもちょっと遅れるみたいですね。あとは、ちょっとオプションの話しておきましょうか。フッ素プレート出ます。フッ素プレート使ってます？うちはそんなにですね、もう売れてないですね。あのなんか絶賛の声あればちょっと励みになりますんで、教えていただければと思います。あとは、まあ、あれですね、最近じゃあのスベルンデススプレーとか、あとマックスさんもね、そんなスプレーを出してますけれども、あれがあるから別にアルミのね、このベースにビューってやれば解決なんで、フッ素ベースいらないんじゃねえとかって思ってる派なんですけれども、まあまあ、 あの使ってる人の絶賛の声ね、すいません、待ってます。はい、というわけで、カタログだけで申し訳ない、こんなもんですね。はい、近々2月12日の日曜日ですね、はい、愛好機のまた単独展示会、毎月やってる展示会ですね、やりますんで、まあ、ぜひともそこで、予定を組んでいらっしゃってみてはいかがでしょうか。はい、以上秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。